カキャトシュアヒーマトゥーラピジア、フィリピンオウームは、超高陰コモクオームオウーム属に分類される鳥類。フィリピン全長30から31センチメートル。全身は白い。おはや翼の仮面は黄色。おばき部の仮面を覆う羽毛は赤い。頭部には後方へ湾曲した短い関羽がある。ひなは、クリーム色の綿輪で覆われる。オスは、光彩が、暗カ主色、メスは、 交際が、赤葛色。森林やマングローブ、林園などに生息する。ペアもしくは小規模な群れを形成し生活する。果実、液化、種子などを食べる。繁殖様式は卵生。枯れ木の軌道に巣を作る。繁殖期は2から6月で2から4月に巣が使用された例があり、5から6月にヒナの発見例がある。飼育下では1回に2から3個の卵を産んだ例がある。 放卵期間は約28日。ひなは孵化してから9から10週間で育つ。森林伐採による生息地の破壊、ペット用の乱獲、感染症の流行などにより生息数は激減している。食用の狩猟や害鳥としての駆除、外来種による捕食、生息数が少なくなったことで台風による繁殖の失敗による影響も懸念されている。 1970年代まではフィリピン広域に分布していたが、セブ島やネグロス島では絶滅した。1981年にインコ目単位でワシントン条約付属書2に掲載され、1992年にワシントン条約付属書き合いに掲載されている。最大の生息地とされるパラアン島の1991年における生息数は800から3000羽と推定され、 フィリピン全域での1992年における生息数は1000から4000羽と推定されている。ありがとうございます。